どうも皆さんこんばんは、フォーマーです。というわけでリベンジマッチのフォーマーの開発内容を見ていきましょう。今ご覧いただいているのは883系になりますかね。883系に885系が混ざっている状態。クロハ、モハ、モハ、クハみたいになってるんでしょうかね。はい、モハ1両が欲しかったんで885系を入れ込んだよという編成になっています。そしてこれがですね、一旦朝のラッシュが終わると片付けるわけです。車庫の方に入庫していきます。順番が来ましたね。こうやって入れ替えていくんですが、先に言ったようにクルーストレインが月、火、水、木それぞれ M、H、N、F のクルーストレインが走っています。なのでこういった金曜日とかはですね走ってないんで、その筋を有効に使おうということで再び車庫から出て走ります。一往復ですね、クルーズトレインが普段走っている筋で走っていくっていう感じになります。まあ残った曜日が金土日なんで、そういう行楽向けに走ってると言えばいいのかな。金曜の日中が果たして人が多いのかどうかは謎ですけどね。まあ早めにね仕事を終えた人がこれの帰り馬の日便で、地方に帰省される、望郷だとか乗り換えて七海の方に行かれるっていうことがあるのではないかなと期待しています。続いてこっちで見ていきたいのが家具屋国体線の、超快速七海行きだね。途中、標準機さんの青瀬電鉄の方を通っていく、快速になります。そういう感じになっています。そして全く停車しないままにこちら二子又川の方で、青瀬電鉄の列車から接続を受けまして走っていくっていう感じです。全然止まらないね。もう七海はもう時間かけて行くところではなくなりました。パッと帰省することができます。合わせてね大海岸線の北部地域もダイヤ改正しましたので、見ていただきましょう。まず普通列車だね。朝に七海を出て夜中に七海に帰ってくるっていうダイヤだったんですけど、もうそもそもねそんなことをして、踏まな日までの直通列車を作る必要がなくなりました。ご覧のように、七海の直通は完全に超快速に任せて、大海岸線のこの北部地域非電化区間の、まあ、日中の移動に使えるように日中に1往復するよみたいな感じにしています。そしてようやく七海に到着なんですが、この列車厳密には七海行きではございません。この先ですねマーサンの MNR の新線が登場しています。単線で途中行き違い駅はありません。
で終点がマップの北端ムダイラという駅になっています。こちらまでねダイヤの作成をフォーマーが委託されましたので、せっかくならね大海岸線の、キハ40がそのまま入っていくようにしたらいいのではないかという感じにしました。そしてフォーマーも新車買いました。キハ201と見せかけて後ろに817系のクハがついているもの。ちょっとですね都合4両が欲しかったので、本来3両のキハ201に、いやお前あの電車と協調運転できるでしょっていうことで817をくっつけた感じです。じゃあクモハをつけろよっていうね、まあクハをつけてもキハ201の馬力なら十分な運用ができるのではないかと思います。そしてこいつに、はい、晴れて電車との協調運転の運用こちらございます。熊那日の1回引き込み線の方でね、電車を連結しまして走っていきます。まあね817系も、キハ201もサンドアだからね、特に運用上困ることはないのではないかなと思います。夜に走る、増鉄編成を連れていく運用だったんですけど、その増鉄編成が、かぐや国体線の方から来たキハ201のキメラ編成という風にして、なかなか面白い感じになってます。これって先頭も一番後ろも817系だからもうほぼ電車なんじゃないかな、きっとそうに違いない。はい、そんな感じで望郷の方に到着です。前2両は当然そのまま、杉島線の加工場の方に走ってまいります。このキハ201のキメラ編成の運用まだございます。それが今までキハ40がやっていた熊那日乗り入れの筋の代替という感じになります。この筋どうだったかというと、今那須美さんの淡佐島鉄道からの準急水月が東京を折り返してきて、はい、連結しました。そうですね、以前紹介しました準急水月の一部として走る運用まだ残っています。そしてね、ご覧の通り準急水月の停車駅も変えております。停車駅がねだいぶ少なくなったんで、普通に速い列車として優等列車として走れるようになったんですね。まあでもね後ろの方はもう、なんかね謎の車両だからね、そう ドアカットとかしてくれないと寒いよね。ちょっとよくわからないんですけど、というかキハ201に関してはお前自走した方が早いやんみたいなところあるかなと思います。あっという間にもうナナミが見えてくるね。ちなみに入りきってないので一番後ろの817系の一番後ろのドアかな、まあ、多分ドアカットしてるのではないかなと思います。あれかな、洗濯状態で開いてるので真ん中だけ開いてるとかね。でここで準急水月はさようならして、ただの快速みたいな感じでマーサのムダイラの方に走っているっていう感じです。もうねちょっと時間が遅いからね、停車駅は絞らせていただきました。いかがでしたでしょうか。リベンジマッチの私たちフォーマー率いる肥前青色鉄道の開発状況ですね。今回はキハ201がテーマということだったんですが、途中見切れておりました通り望郷の車両基地にとんでもない数の、キハ201おります。設定といたしましてはですね、私フォーマーが6両発注のところを手が滑って66両発注したっていう設定になっています。なんてことをするんだっていうね、いろいろね全部キハ201に統一することで大海岸線は全部同じ車両で標準化できるよとかも考えたんですけど、まあ普通にこの誤発注したっていうのが面白いかなと、バイトテロかっていうね、そんな感じになっております。
こんな辺境の硬い中でガソリンなんか売れるわけないだろう。間違ってるのは俺じゃない。散々使い倒してボロ雑巾のように捨ててやる。いいのか、公表するぞオレンジを。